ありえないっつうの。ちょっとどうしてくれんのこれ。浜田ちょっと待てよ、俺が悪いのか。何を避けてくれたっていいでしょ。面白いこと言うね。なんで道の真ん中にハンバーガーがあるわけ。それ無理に避けようとしたら俺の方がバイコとコケツかもしれないよ。ごめんなさい。他にない。え、ハンバーガー屋さんって他にない。